で河野太郎にはね、ほんとね、息子を返してほしい。こんにちは、泥沼議会です。今回はによる被害者遺族が集結して悲痛な叫び。河野太郎氏は演説でブチギレ。泥沼です。動画の拡散のためにも高評価、感想のコメントよろしくお願いします。で河野太郎にはね、ほんとね、息子を返してほしい。当初被害に遭われた方々が役所に行ってもですね、病院に行ってもですね、全く認めてもらえなかった。その理由はなぜかというと、この地元河野太郎さんがで死んだ人は一人もいないということを言ったからですよ。本当に路頭に迷った方々が必死でネットで調べて我々の門を叩いてくれた。でね、犠牲になった方の遺族もね、もうみんな口揃えて言ってますよ。返してくれ、責任取ってくれ。河野太郎、当時担当大臣だった河野太郎が言った言葉を多くの人が信じて打ちに行って、結局命を落とした人がたくさんいるんです。河野太郎が2億回打っても、アメリカで2億回打っても死亡者0人だよとか、まあ、そういった言葉を信じて打ちました。でもまさか自分たちがこういったことになるとは思わず、しっかりと向き合ったらいいのに、ここの河野太郎さん全く向き合わずに、誰一人死んでない、むしろ人は反対してるやつ、これ金儲けでやってるって、我々自腹でやっとるんすよ、こんなこと。だからそういう科学的な論文は一本たりともありません。あるんだよ。反対している人たちは YouTube でこう言ってます、 SNS でこう言ってます、週刊誌にこういうのが載ってました。デマにデマ重ねんじゃねえよ。科学的な議論ではどうにもならないので、こういう場所に来て騒いで人の演説を邪魔をする、それしかやりようがないから、こういう場所に来て大声を出している、そういう非科学的な人たちに日本の医療を負けさせてはなりません。そういう人たちのおかげで子宮頸がんを打つ人が減ってしまった。今日本で残念ながら子宮頸がんで命を落としている人がまだいます。危ない、抗がん剤は毒だ、アトピーにステロイドを使ってはいけない、こういう非科学的なことを言いながら本を売ったり、有料のセミナーを開いたり、あるいは自然療法と称したいろんな商品を売って金を儲けている人たちがいるのは、残念ながらそういう人たちがいらっしゃいます。日本の概念が20年も30年も遅れてるよ。日本の医療を歪めさせてはなりません。議論をするならばきちんとした研究の成果を論文にして、その論文を信頼のあるジャーナルに掲載をさせる、そこから議論はスタートしなければなりません。街頭に来て大声で怒鳴っているだけでは物事は何も解決をしないということを、その人たちはお前らが黙殺してるから来てんだろ、来てなかったら来てねえよ。日本の医療をしっかりと科学的なもので、日本人の寿命を、そして健康寿命を伸ばしていこうではありませんか。どうぞ皆様の変わらぬご支援を、この北国エリアルフィア、エリアルフィアに賜りますよう改めてお願いを申し上げ、期日前投票も始まっております。どうぞお時間のあるときに期日前投票に足をお運びをいただきますようお願い申し上げます。エリアルフィア千葉5区からもう一度エリアルフィア、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。この先生、力強い演説をありがとうございます。